エリキューフリゲートは、ギリシャ海軍の汎用フリゲートの艦級。ギリシャ海軍は、1951年に、グリーブス級駆逐艦2隻、1959年から1962年に、かけて、フレッチャー級駆逐艦6隻、1971年に、アレン・エム・サムナー級駆逐艦1隻、1972年から1977年に、かけて、 ギアリング級駆逐艦5隻を取得した。これらのアメリカ製駆逐艦は艦隊の主力を構成したが、いずれも第二次世界大戦世代の艦であり、近代化が求められていた。また、アメリカ海軍への依存度を低める必要もあり、オランダが建造を進めていたコロテノール級フリゲートをもとに所要の設計変更を施した艦の取得が決定された。これが本級である。 まず1980年1981年にオランダ海軍向けに建造されていたコルテノール97.8番艦を購入し、設計を変更して、竣工収益させた。当初は3番艦の建造も検討されていたが、これは断念され、変わってオランダ海軍が退役させた艦が購入されることになった。まず1993年から1995年に、 かけて3隻、さらに1997年から2003年にかけて5隻を購入し、順次に再収益させた。上記の経緯より、本級の設計は基本的にコルテノール級とほぼ同様であるが、変更点としては、下記のようなものがある。また、オランダ海軍の退役艦についてもオリジナルのエリ級にほぼ順じた改修を受けており、その一部として扱われることが多いが、 7 6トル、単装、mm、療養砲、ファランクス CIWS が、それぞれ1機のみである、などの際がある。なお収益後、デコイ発射機は、イギリス製のコーバスから、アメリカ製のマーク36スバックに換装された。また2003年には、6隻を対象として、電子装備の近代化が発注された。またナトーシースパローミサイルシステムのマーク298。 連装ミサイル発射機をマーク 48VLS に完走する計画もあったが、これは断念された。ありがとうございます。